あ、スマホ割れちゃった。あ、裏が検査されてないです。はい。なんか擦り傷が。あ、え、ちょ、これ軽く飛んじゃったんで。体感でこんなになっちゃう時あるな。そうした。やけどなの。やけどだよね、これ。じゃあ、やっていきます。今日も練習。そう、いや、今日はオフ。オフで。日常生活では支障ない。はい、全然大丈夫。走るのもだんだんできる。はい、大丈夫です。それだとちょっとまだ。はい、押す。今日は2回か。それがもう大丈夫です。今度がバレた。今度。続きというか、そうですね。そこはどう強そう。はい、やっと剣が始まる。ああ、そうかそうか、県大会の最初の。もう相手も今週の水曜、県兵して。ああ、そうなんだ。何時間すると身長何センチぐらいだっけ。70ピッタぐらいですね。ああ、そんな大きい方じゃない。平均でどれぐらいなんだ、その高校生のバスケ部のみんな高いでしょ。高いです。じゃあ結構低い方その中で感じちゃいます。あ、体格的にも結構ごつい感じ。人が多い感じ。そうですね。なんかバスケ以外でやってない。そういうわけじゃない。水泳しかやってない。あ、水泳、水泳関係あるのかな。体感っていうのは分かんないです。その水泳の場合少し体力がついた気がします。スタミナ系とか。はい、そうですね。この間 YouTube で朝倉未来ってしてる。あ、はい、見たことある。あ、はい。で、なんか中山きんに君と相撲して。あ、それ見た。いや、中山きんに君の方が全然体もでかいし泣き抜きなんだけど、相撲したら一瞬で負けちゃうんだ。そうなんかね、腰がすごく強いって。あの小学校の時やってたんですよ。で、多分それのせいだと思うんだけど、その見た目的にものすごいムキムキじゃないんだけど、ものすごい強いんだよ。そういう組んだ時の腰の強さっていうの。あ、そうなんですか。体の使い方とかもあるのかもしれないけど、朝倉未来って倒されたことないんだよ、試合中も。すごい強い外国人でやってて、全然倒されなくて。K-1 のマサトって、わかる？昔。あー、わかんないね。でもスターの。まあ、聞いたことない、マサト。聞いたことない。すいません。すごい、スターのキックボクシングの選手がいたんだけど、この選手もね、相撲やってたんだって。だいぶ。あと痛めたところって硬く治っていくので、あ、はい、少しこうやって動かしながら治ったりとか。前もとかしっかり伸ばしてたら。ああ、そうだね。徐々にそういうのをやっていった方がいい。痛くてあんまり痛くなかった。あとやっぱりその瞬発系の動きって一番ダメージかかるので。あ、はい、じゃあ急激なパワーとか、ジャンプの着地とか、強い踏み込みとか、そういうのはできるだけいらないようにしておくと。ただ、かといって慣らしていかないといけないので、そうそう、だんだんそっちの方に向けてるんだけど、そういうセカンド、スピードと反応を作るのが一番最後にしているので、はい、やっぱこういうストレッチ、脱力して伸ばすみたいなものだったら多少痛くても大丈夫。あ、はい、わかりました。筋肉って伸ばされた筋肉に力を入れた時に出ていられるので、これぐらいグッてちょっとくる。ちょっと少しいきますか。はい、それじゃあね、横田くん、はい、後輩の足をしっかり胸ほぐして
今こっちやったから、はい、こっちの足は痛めてない、腰からマッサージして、その後ちょうどシールコーナーもありますよね。はい、なんかありますよね。はい、